北京国安とのラウンド16を戦って翌日帰国、今日のゲームに臨んでいます。左エンドホーム東京、右エンドアウェー広島、高山出身の笛が鳴りました。前半の開始です。このゲーム対東京、攻撃のキープレイヤーになるはずです。動かしといて浅野は利き足でふわっと真ん中を狙ってきました。旗のナイスセーブ。前に上がって東のパス、さあここからですとカットインから、お縦一投、浅野が右足で折り返しチャンス、ドーグラスビエイラ、この右足森島が打つ、浅野パス、後ろから青山ミドルシュート、ーコースが変わってクロスバー、ドーグラスビエイラ。浅野も動きを入れますが青山ワンタッチ、テンポ変えます、ドーグラスビエイラ、狙いすまして茶島浮き、ドーグラスビエイラ、茶島のクロスに合わせました、ドーグラスビエイラ。青山はふわっと入れます、畑野が出る、浅野拾って外、佐々木のヘディング、もう一回ヘディングだ、ヘディングヘディングで狙って最後荒木運びに行く、青山ワンタッチ、勝負か東、狙った、これはサイドネット、左ウィングバックの東です。入ったばかりの今度いきなりドリブルのチャンス、アダイウトンがスピードを上げた、今度は右に流し込んだチャンス、中村拓海折り返し、三田の右足、内田です、今度、ね、チャンスだぞ、内田がマイナス、利き足にも三田のパスから中村穂高だ、崩し切った FC 東京、なんと最後ペナルティーボックス、レフトバック中村穂高が出てきました、先制しました東京1対0。もうあれ低いシュートだと多分あのシュートブロックの足に当たってたと思うんですよね、やっぱこう浮かして上を狙ったことで、探してますが場所を見つけにくいという状況を、チャンスだぞ、折り返して浅野入れてきた、おっとこぼれ球、これは中村穂高がヘディングで逃げます、決定機広島、深いところに品田はラフに入れます。さあ広島ゴールにもう一回迫られる、ああここで長い笛が鳴りました。